カプセル。中身。ということで、イモムシのカプセルトイです。これは、500円ででかい昆虫が出てくる、生き物大図鑑シリーズの一つで、そのうちの、でかいイモムシが出てくるやつの第二弾です。この、シャチホコガの幼虫が、相当活かしていたので、回しましたが、カラスアゲハの幼虫でした。黒くてでかい蝶々ですね。バーチャルeゲーマーと、アゲハの幼虫というと、秋霊幼虫が、体内の糞を放出することを知らず、虫かごの中が、糞まみれになって、キャッとなった思い出があります。パーツが多く、組み立てに少し時間がかかる場合もある、このシリーズですが、このイモムシくんは、全部と後部をボールジョイントするだけです。楽。組み立ては簡単ですが、可動パーツは多く。胸部の足は、6本すべて動かせます。頭は動きませんが、お腹は節ごとにグニグニできます。イモムシ感が強くていいですね。曲げることもできますし、反らせてもいい。かわいいね。しかもなんと、頭のところを、パカッとすると、アゲハの幼虫が威嚇に使う、収穫を取り出せるようになっています。胴体パーツを反らせて、威嚇時の姿勢を取らせることもできますが、自立しません。お腹に何かさせそうな穴が開いており、自立用パーツがあるのかと思いきや、特に何も付属していなかったんですよね。これ、どうもイモムシシリーズ第1弾の方だと、台座パーツが付いており、そこに固定して、威嚇ポーズで固定できていた雰囲気です。第2弾は、第1弾のラインナップに大紫とシャチホコガを加えた感じの、品揃えなので、新規イモムシとの兼ね合いで、台座がつかなかったのかな。とまあ、思うところもありますが、イモムシがでかいと、やっぱり嬉しいですし、威嚇ポーズにこだわらなければ、いい商品だと思います。威嚇にこだわりたいという人は、第1弾を探して回すか。別売のスタンドがあるようなので、そちらを使っても、いいかもしれませんね。という感じで、バーチャルeゲーマーの薄井が、ナウナカプセルトイ情報を、お届けしました。バズ目前、